皆様、こんばんは。本日は JNOS 一般社団法人日本整形内科学研究会の第39回ウェビナーにご参加いただきありがとうございます。本日は出版記念という企画でして、著者の須田正先生にご登壇いただきます。 私、小林と申しまして、JNOS の学術局長、そして弘前大学の総合診療部の医師でございます。それでは初めに、私から今回の企画のご紹介をさせていただきますので、画面共有いたします。今、これで画面共有は見えてますかね。はい、ありがとうございます。 今回、右側の表紙の痛み探偵の事件簿ということで、須田先生がこれまでの知見、経験、そして観察というものを鋭くストーリー仕立てで記載くださった、私としても監修という立場で、中の学術的な内容にアドバイス等をさせていただきましたが、もう原石をいかに あの光を落とさずに磨くかということをとても一生懸命、えー、頑張らせていただいたというところでございます。左側に私の書きました慣習の序という言葉がありましてそこからいくつかお話しさせていただきますとです、ね、価値のある発見は辛抱強く観察したからに過ぎない優れた観察は緻密な理論と大胆な仮説を作る。 これはまさに今回の書籍ももちろんでございますが、東海 J の旧 NPS 研究会時代から、現場の事実、観察事実と、そして理屈、カテゴリー、どちらが正しいのか。それは現場に常に答えがあるという観点から、昔からトリガーポイントということであったり、触診としての圧痛であったり、様々な知見というものが経験値として、 紡ぎ出されてきた、まあ、こういった分野がこの筋膜性疼痛、マイオファッシャルペインであり、最近ではファシアの領域ということになります。そして今回、東洋医学と西洋医学、この両者に精通する須田先生にお話しいただいたということ自体が、この治療法、特にファシアに関わる治療法というのは、100年前、それこそ数千年前から人類が経験を通じてされてきたこととも解釈されておりまして、リ治療、 お灸、都手、そして運動、そして認知、生活,生活のスタイル、さまざまな観点で人々が支え合ってきた、そういった分野だと理解しております。今回の著者である須田先生は、それこそ総合診療領域の家庭医療専門医というものを取得し、患者に身近な医療というものを実践し続けながらも、医学的には抗原病、リウマチ等の炎症性疾患の診療研究を えー、精密に学習、学び、そしてそういったところをさらに突き詰めるために、そして広げるために東洋医学まで学ばれたという、非常にアグレッシブな先生でございます。そして、ここでも今回の探偵ということで、シャーロック・ホームズからの言葉を出させていただきますが、ただで、ただ見るだけで観察するのではない、見るのと観察は違うんだと。 ぜひ今回はこの一つの言葉を頭の片隅に置きながら今まで自分自身が見てきた患者そして聞いてきた理論学んできたそして医学というものとにハテナがついてあれどうしたらいいんだろうということを気づくきっかけになればこの上ない幸いでございますそして今回の裏表紙には 推薦の声ということで、膠、えー、原病領域のとても著名な、えー、と岡田先生、そして東洋医学の粕谷先生、そして相互診療領域の山中先生と、3名の方々に本書に関して、えー、ご推薦の言葉もいも頂いており、えー、身の引き締まる思いでございます。そして、今回出版となりました維持信報社様のホームページにも、各種情報が書いてありますので、またご覧いただければと思います。 そして今回はこのウェビナーに関して大きく2つのパートで構成を考えております。前半は須田先生のプレゼン、総論です。今回のタイトルにもあります、炎症か非炎症か、To be or not to be というところに含めて、果たして目の前で起きていることはどちらなんだ、いやいや両方かもしれない、そしてそれらとファシアの関係やということをお話しいただきます。 そして後半では症例提示をいただいた中で具体的なディスカッション主に私の座長と福田先生の2人で進めてまいりますがそれぞれの領域において参加の皆様からのもう期待のないご意見をいただき議論が活発になり現場の知見に還元できればと心より考えております具体的なテーマとしてはまあ船長関節小なのか縁なのか 膝であれば、滑膜、炎、インフラマトリーの OA なのか、ノンインフラマトリーなのか、RA、リウマチ系なのか、それとも結晶系なのか、そしてそれらをど,れどなた様の立場でも含めて、レッドフラッグというものをどう考えたらいいのか、他の職種とどう連携していけばいいのか、さまざまな観点でお聞きになることで、えー、皆様持ち帰る、えー、知識なり、気づきというものが一つでもできれば幸いです。 それでは本日のウェビナーを開始いたします講師の須田先生よろしくお願いいたしますはい、小林先生花文のご紹介をいただきありがとうございます、えー、諏訪中央病院のリウ龍町高原病内科の須田と申しますえー、今晩はたくさんの皆さんにお集まりいただき大変光栄に思っております えー、それでは早速私のお話を始めさせていただきますけれども、まあ、今回あの対象の方々がですね医師、えー、それから理学療法士鍼灸、えー、師さん、えー、その他の方々もいらっしゃいますのでちょっと内容のこうフォーカスがですねあのなんていうか、ね、すごくこううあののいい,、えーい,いがうん、なんていうんですかねその抗原病すぎないようには気をつけたつもりなんですけれども。 えー、もしですね何かこう難しすぎるだとか、何かここもちょっと説明してくれみたいなことがありましたら、あの遠慮なくあのチャットの方でですね、えー、ご意見をいただければと思います、えー。それでは早速始めさせていただきます。えー、画面を共有いたします、はいえー、それでは今回のテーマはあー痛み探偵の事件簿というところで、えー、炎症性疾患とファッションについてお話をさせていただこうと思います。 えー、今回、まああの、私のですね、セッションの えーまあ、出版記念のセミナーという形でご紹介させていただきますので、一応登場人物もですねあのちらっとだけご紹介させていただければと思っています。えー、こちらが、あの渡村先生ですね。これあの、実はワトソンのパクリでありまして、まあ、私はロコームス大好きなんですけれども、おまあ、ワトソンってどうですかね、まあ、どちらかというと常識的な人間ですよね。ですので、この登場人物には、まあ、あのリウマチ科として、えー、外来をベースにやっている常識人 常識的な診療の部分を担当してももらったつもりですそれに対してこのシャロクというのはですね、どちらかというと非常識なパートですね。どの辺が非常識かというと、まあ、あの一般のリウマチ診療だけでなくて、このエコーと東洋医学的診察で痛みの原因を特定していくということですね。こういうことはあまりこう教科書に書いてないことなので、まあ、独創的な部分ですね。そこを担当してもらったのがこのシャロクです。 えーまあ、この顔はですね、一応私をモデルに描いていただいたみたいなんですけども、まあ、似てますでしょうか。そのあたりはえっとご判断いただければと思います。えー、これはもちろんシャーロックのパクリなわけですね。えー、もう一人、えー、登場人物がいましてですね、このドクター・モリアーテですね。あのシャーロック・ホームズ好きの方はピンと来られたかもしれないですけども、モリ・アーティ教授というのがですね出てきますね。 えー、このドクター森宛さんにはどういう部分を担当していただけたかというとですね、このすべての痛み患者に痛み止めを持って、場当たり的対応でお金を稼ぐことを目的に診療するというですね、すごくダークな部分を担当していただいたわけです。 ただし、ね、これのシャーロック・ホームズの中でのモリアーティ教授もあの悪役で出てくるんですが、実はこう悪いことをしようと思って、事件を企んでいるわけでは,実はなくて、彼には彼の理想とする世界があって、こういうふうな世界にしたらいいんじゃないかという、彼なりの,こうあのモデルを持って悪いことをしているわけですね。 えー、この痛み止めを盛るというのも、別に皆さん、感情を痛み止めづけにしようと思って、ですね悪意を持ってやっているわけではもちろんないわけです。しかし、まあこのような診療よりも、もしかしたらいい診療があるのではないかということで、えー、この綿村とシャックが、ですねこの森て先生に戦いを挑んでいくと、このようなストーリーになっております。 えーまあ、ありがちな診療というのもなんですけれども、まあ、我々あのリウマチ診療、外来でしておりまして、えー、よくですねこの行き詰まる、まあ、痛みの原因が分からなくなるということがあるわけなんですね。そういう時に、まああに、時間がないっていう時には、です、ね、えー、痛み止めっていうふうになってしまうことも、まあまあ,あります。なので、あの森渉先生とかこう、綿村先生も、実は私の一部なんですね。 でここで聞かないとですね、えー、もっと痛み止めっていう自分が出てきてしまったりもします、えー。ここを何とかしたいなと私は常々思っていたんですね。この最初の2つは一緒ですけども、ここで痛みの原因をファシア。 さらには、ま、東洋医学の観点から再検討して、えー、その痛みの原因をなるべく詳しく突き詰めた上で、最適な治療の組み合わせを行っていく、えー、このような診療を目指したいと思いまして、ま、本書で提案させていただきました。えー、今日はです、ねま、70分という限られたお時間ですので、えー、このファシアの観点からの検討というところが主になります。この東洋医学の観点からの検討というのは、ま、本書を読んでいただけてもいいですし、また、あ 今回のですね、ウェビナーがもし大人気でありましたら、えー、またあの、東洋医学の観点からというセミナーもさせていただければと思っております。えー、さて、早速、症例に行きたいと思います。えー、77歳の女性になります。 でこの方は、えー、アキュ性の両肩痛ということで、えー、来られました。まあ、病歴としては高血圧、糖尿病なんかで、えー、近くの先生に診ていただいたところを受診の3ヶ月前からあどうも両側の上腕の筋肉痛が出てきたと。えー、この先生はあの漢方をですね、ピカジュス糖なんてこれあの関節リウマチでも使われるような炎症をこう取ってくれるあの大変頼もしい漢方薬なんですけれども、この漢方を開始したら痛みは半分ぐらいによく なったみたみいなんですね、えー、しかし、両上肢がこう居上しにくいと、特に、まあ、外側から上げにくい、外転がしにくいという症状が残ったため、えー、ご紹介していただいたという、えー、方になります。両上肢の痛みということなんですけれども、まあ、肩の辺りもですね押していただきましたので、えー、この図にあると、えー、おり、肩関節の前面です、ね、のところに、えー、まず短軸像で超音波を貼ってみました。でそうするとよいしょ えー、この上腕二等菌の超等腱ですね、このここに今、不臭が見られて、周囲に液体潮流もあり、そしてパワードプラも陽性となりました。えー、長軸像で見てみても、同じようにですね著名なドプラーが入り、このあたりには液体潮流も見られるかなと思います。えー、これはほ他にもいくつか検査をしているわけなんですけれども、まあ、典型的なリウマチ性多発菌痛症の症例でした。 まあ、上腕が痛いといっても、ですね、えー、その憲法化学的法の炎症、もしくは、えー、今の上腕二頭筋腱長頭の痛みというのは上腕に放散していきますので、やはりこの両側の肩の,、えー、肩の領域の痛みというところでは、まあ、一度はリウ粒末性多発筋痛症を考えた方がいいかなと思っております、えー。患者さんはです、ね、炎症があるかどうかというのは自分から言ってはくれませんので、えー、特にこうリウ粒末性多発筋痛症って熱が出ないことがほとんどですよね。 えー、なので、鍼灸師の先生のところにも、ですね、えー、こういう方の痛い方ってたくさん行かれるかと思うんですけれども、まあ、両足が同じような時期に痛くなってくるという方に関しては、まあ、一度はですね、えー、この精査を含めて、えー、このおリマチカないしはです、ねえー、この内科の方にご紹介いただいてもいいのかなと思っております。 えー、さて、えー、診断したらですね、治療するわけなんですけれども、まれわれ、ステロイドのお薬ですね、えー、まずはあリマスセター圧頓通症で使っていきます。この確実投与というのは、気になれない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、2日に1回飲んでいただく、まあ、そういうことで、えー、副作用を軽減することができますので、我々こんなふうな診療もやっています。 これで2週間ぐらいすると、まあ、患者さん、だいぶ良くなったかなっていうところで来ていただく、まあ、外来ではですねこのぐらいの期間で来てもらうことが多いかと思います。実は入院なんかで、ですねこのステロイドやると、もうその日のうちに良くなったよなんて言ってくれて、ああそうか良かった、まあ、これは本当にリウマチ性多発筋痛症で良かったなんていうふうに、我々安心するんですけれども、まあ、この方はですね外来ベースですので、2週間後に来ていただきました。 じゃあ、どういう音声聞こえてますでしょうか。ちょっと見せてもらっていいです。ここまで行くと痛い。ここまで行くとどこが痛いですか。この場所ね、じゃ手を下ろし手を下ろして指さすとどの辺ですかね。はい、ありがとうございます。はい、皆様、この動画を見られて、どのように思われたでしょうか。 あのリュウマツ性多発筋痛症の身体所見を取るときに、我々はですねペインフルアークサインなんていう言葉を使います。えー、この60度から120度ぐらいですねこの外転域のところで痛みが出る、まあ、このときに、えー、健保化活発液法がぐっと潰されるわけですね、これ、インピンジメントサインと言いますけれども、こういうときにあのよりですねそのあたりに炎症があるんじゃないか、まあ、その炎症だけじゃなくて、その痛みの原因があるんじゃないかというふうに疑います。だこの方は今 150度ぐらいの回転をまあ過ぎたところぐらいで痛いというふうにおっしゃったんですねというとこれは本当にリウマセタ発筋痛症の痛みでいいのだろうかというふうに少し疑問に思いますそこでもう一度肩にエコーを当ててみることにしました 先ほどと同じところの超音波の画像、短縮像ですけれども、どうですかね、えー、この上腕二頭筋圏の超頭圏のところは、まだ少し不手状で、えー、少し炎症が残っているように見えなくもない、ただ先ほどよりはだいぶ炎症は改善しているように見えました。さて、この方ですね、えー、皆さんだったらどのようにマネジメントされるでしょうか。 ここでですね痛みというものをどのように考えるかというのをもう一度整理してみたいと思います。こちらは国際疼痛学会が2020年に提示した痛みの分類になります。侵害重要性疼痛というのは、皆さんご存知ですね組織が障害されたとき、もしくはその組織が障害されるような、体が危ないと思うような、そういう侵害刺激による痛みのことを言います。 次に、神経障害性疼痛に関しては、これは、まあ、あ主には体性感覚神経系のことですけれども、それの末梢とか中枢の神経がに由来する痛みのことを言います。えー、この心外過疎性疼痛というのは、少し聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、こちらはこの心外需要性疼痛、そして神経障害性疼痛では説明できない、でこ,のえー、この2つの痛みがあって、 まあ、実はなくてもというかです、ね、こういうところからのお、まあえー、痛みのこう強い痛みの入力がなくても、侵、ま、害、あ、刺激の需要のパターンがです、ね、変化する、変貌することによって、えー、起こる痛みのことを言っている。今までは、まあ、心因性の疼痛とかです、ね、そういうふうな言葉も使われていましたけれども、心って何だという話もありますので、えーまあ、それのようなことをこう今回の疼の痛の分類では、 いった除いて、こちらの心外過疎性疼痛という痛みのこう需要のモジュレーションによって起こるという、えー、この痛みっていうのを前面に出して、この3つの痛みっていうのを、まあ、痛みの分類として採用しております。えー、さて、この心外性需要性疼痛というのは、私はやはり炎症性と非炎症性に分けて考えた方がいいかなと考えております。 この炎症と非炎症というのはですね、まあ、あの簡単に分かることももちろんありますが、実はかなり見分けるのが難しいこともあります。まあ、その際にどういうことを我々手がかりにして考えているかと申しますと、例えばこちら、身体所見で言えばですね、炎症の誤兆候というものがあります。主張、疼痛、発石、熱感、そして可動域制限というのが炎症の誤兆というふうに呼ばれております。では、非炎症低疼痛ではどうでしょうか。 実は非炎症性疼痛でも疼痛と可動域制限というのは存在するわけですね。つまりこれ炎症に特徴的なものではないです。な、え、ん、ー、ならですね、例えば変形性のひざ関節症なんかではお水が膝に溜まっているときに主張することもあります。ですのでオーバーラップするということはよくわかるかと思います。ただし、まあ、あの赤かったりですね、もうすごく赤かったり、熱感が著名だったりする場合はそれをさすがに炎症だろうというふうにわかるわけです。 そのほかにもこのようなその項目で我々こう分けていくことがありますけれども、例えばエコー所見を取ってみると、この炎症性では組織が飛行している、まあ、これは浮腫を反映してますよね、そういう浮腫で水がたまるところは、エコーの軌道が下がってくることもよくあります。 それからまあパードプラ、カードプラカードプラシグナルが陽性なんてこともありますけれども、まあ、これもですね例えば治療の就職が加わったりすると、陰性になってしまうこともよくありますので、まあ、どれか一つあれば、これは炎症ですとか、炎症じゃありませんというのは、なかなか言えないところであります。 非炎症性疼痛の中で、1つ大事なところがこのファシアの問題というところで、まあ、形態異常を認めるというところがあります。こちらは後で詳しく説明させていただきます。そして炎症性疼痛に関しては、抗炎症の治療、まあ、先ほどの症例で言えばステロイドをはじめとした投薬ですね、これが走行します。もしくは関節内にステロイドの注射をすることもありますが、 えー、そういういものが走行してきますで非炎症性疼痛に関しては、この抗炎症性疼痛治療が、えー、効かないというところで、えー、これもまあ診断的治療としては、えー、有効かなと思っております。さて、この治療に関して、今の炎症性疼痛に関しては、この抗炎症治療を行うわけで、えー、こちらは、まあ、リウマチ会話得意分野であります。 しかし、この非炎症性疼痛になってきますと、なかなかまとまって勉強する機会もありませんので、少し苦手意識を持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。例えば、侵害需要性疼痛に関しては、NZS を出してみたり、まあ、トラマドールで抑えていったりという方もいらっしゃるでしょう。えー、神経障害性疼痛に関しては、リリカ、それから最近はタリージなんかも出てきてますけれども、こういうものを使って治療する先生もいらっしゃるかもしれません。そして、侵害過疼性疼痛に関しては、まあ、以前から SRI s や三環系抗痛、 逆が有効な症例もあることが知られていますなかなか難しいとノイロトロピンを使ってみようかなんてなってくる頃にはかなり困っているというですねところが事件例でもただございます、えー、さてそこにですね、えー、このファシアの概念というのが登場します、えー、この非炎症性の痛みの中にはファシアによる痛みというのを想定することで先ほどのですね、えー、この非炎症性の痛みの治療にもう一手 有効な治療をつけられるのではないかということが今回の一つの提案です。では、ファシアとは何でしょうか、まあ、あのこのジェノスの中ではですね、もうファシアなんかも同じ常識だよと思っておられる先生もいらっしゃるかもしれませんが、少し詳しく説明させてください。 えー、ファシアっていうのはまあ昔はですね、例えばまあ筋膜というふうに訳された時代もありました。確かに筋肉を周りを取り巻いているこの筋外膜というのもファシアの一種であります。ところが最近はあこの筋外膜だけでなく筋肉を取り巻く、この筋、 筋肉の束ですね筋繊維側を取り巻くような、えー、筋周膜、もしくは筋肉の繊維を取り巻く筋内膜、えこんなようなものも全てですべ、ね、て同じような組織がフラクタル構造で、えー、展開されているということが分かってきました。 一方です、右側の神経の方に視点を移してみますと、神経というのもこの筋肉と同じような構造をしていることがわかります。例えば、神経の外側というのはこの神経外膜というものが取り巻いていますし、この各神経繊維側を取り巻いているのは神経外膜、そしてその神経一本一本を取り巻いている神経内膜、このような組織も筋肉と全く同じように、ファシアという組織が取り巻いていることがわかってまいりました。つまりファ ファシアというのは、この筋膜、神経膜と言われるようなものを包括する概念でありまして、さ、え、ら、ー、にはですね、このエトセトラと書いたところには、腱であったりとか、あ人体であったり、そのような人体の間質と呼ばれる、えー、部分の組織の結合組織が、えー、たくさん含まれているということが分かっております。えー、ここでファシアに由来する 痛みですね、ファシアルペインシンドロームというものをジェノスが提唱しております、えーまあ。皆さんお読みになったかもしれませんが、こちら必須所見としては、まあ、鋭敏な圧痛点があり、でその圧痛部位に一致して、高部高画素でファシアの異常、まあ、ここに重積などというのが挙げられていますけれども、そういうふうな異常を認める。このような場合に、ファシアルペインシンドロームを疑う。 参考証券としては、動的評価ですね、それで伸長性や滑走性の低下を認める、もしくは、針を侵入したときに、まっすートゥイッチと言われる、ですねこの短収縮反応が生じたり、もしくは、針を入れたときにです、ね、周囲の血管拍動が強くなる、これはおそらく自律神経の入力が変わっているんだと思われております。それから患者さんの痛みとか異常感覚が針を入れることで再現される、このような場合に、ファシャルペンシンドローも疑いましょうと。 こういうふうな概念が提唱されております。えー、そしてこの異常なファシア ここで認めたような異常に対して、ハイドロリリースなど、もちろん、鍼灸で治療するという場合もありますが、そういうのを治療を行って、えー、著名な症状改善があったという場合に、これを確定診断しましょう。この著名な症状改善というのは、75%以上、まあ、僕らは大体7、8割ぐらい、ね、NRS で見て、7、8割ぐらい患者さんの痛みがなくなっているということを確認する。もしくはああ、ロムですね、例えば肩の治療だったら、先ほどの 患者さんのようにこうロムを見て、それで改善を確認するということが、この確定診断に必要である。このような概念をファシャルペインシンドロームというふうに呼ぼうということであります。さて、そこに我々医師はですね、ハイドロリリースという手段を使って治療していくわけなんですけれども、このハイドロリリースはどうして効くのかということを考えてみたいと思います。まず、この異常なファシアというのは何,だ何かと。 いうと、まあ、あのこれ非常になんていうんですかねこう、医学的でない表現ですけれども、熱くなって重なってしまっているというのが大体のイメージかと思います。えそうすると痛みとか動きにくさが出てくる。えこれをエコで見ると、もう少し何というかあ、医学的な言葉を使うことができます。まあ、正常なファシアというのはこのように薄くて、ですね、まあ、この層構造がはっきり見えているというところになりますが、これがこう高密度化してくる。 と、えー、分厚くなってままいりますえさらにこれが繊維化ですねえこう繊維が非常にこう強くなってくると真っ白になって、まあ、かつこうあ飛行しているとこのような像が見える。 ことがありますこのような異常な会社シに対して、水を入れ、まあ、ハイドロリリースというのは、水を入れてバラバラにするという主義ですけれども、これはどういうことをしているかというと、例えばですね、この伸長性や滑走性がこう回復する、水を入れることで、例えば人体とか腱という組織は、この男性ですね、この硬さが非常にこう柔軟になるということが言われています。 それから局所の脱水ですねおじいちゃんおばあちゃんの筋肉とか見るとですね非常に見えにくいんですねこの見えにくい筋肉っていうのは水がこう少ないんじゃないかというふうにも言われておりますのでこの脱水を補正することでその正常な機能を回復させているという考え方もありますないしはこの発物質ですね CGRP とかサブスタンス P というふうな発物質が痛みを起こしているところには 存在すると言われておりますが、まあ、ここに水を入れることで、えー、もしくはその流れを良くすることで、これをウォッシュアウトして、えー、そこの痛みを取っているんじゃないか、このような考え方もあります。まあ、これは誰もまだ証明しておりませんので、どれが正しいというものではありませんが、あこのようなメカニズムをま想定することで、えー、まあ我々もですねこのハイドルリリースを、ハイドルリリースによってこう痛みを取るということを、ある種正当化しているというところであります。 ただ、ハイドロリリースがすべてではありません。癒着の程度というのが軽い場合、もう正常なファッションに近い場合は、マッサージ、もしくは理学療法なんかで、そこの部分のファッションの異常を取ることができます。ところが、この癒着がだんだん高度になってくることで、ニッチもサッチもいかない場合、例えば肩関節周囲炎ですね、凍結肩の。 おまあ、関節法のところに、えー、炎症がこう波及し、それがこう癒着し、線維化してしまった場合なんかは、例えば手術でそこの癒着した部分を切るなんてことも選択肢になってまいります。えー、ただ、その一歩手前のところあたりであれば、こうハイドロリーズで治療することもできますし、鍼灸で治療することもできる、えー、このような段階ごとにですね、えー、この治療を考えていくというのが重要かなと思っております。 えさて、本例の型に戻っていきますけれども、この肩関節の前面のところにもう一度エコを当ててみますと、どうもですねこの l h b t の表層のここの部分ですね、ごめんなさい、大人体っというのはもうちょっとこうあの等速ですので、正確には大人体ではないですが、大人体から連続している部分のファシアですね、ここのところに重積図を認めました。ですので、ここのところにハイドロリリースをしてみました。 ね、今針が交差法で入ってきたのがわかるかと思います、えー。そしてここの部分の重積したファシアをバラバラに、えー、しておりますが、はい。でこのようにして、えー、ハイドロリ,リースを行った直後です。ですね。さっきと同じように手持ち上げてもらっていいですか？ここ、うん、あそこまでつきます？はい。うん、ここまで行っても痛くない？はい、えらい楽な感じですねこれ。あ<ー>はい、良、ね、あ、あ痛みがない。 痛みなな少しはいい洗いだけどね。うんうんうん。かりました。はいということで、まあ、直後に患者さんの痛みが改善しました。で、やったねということになります。えー、で、まあ我々そのリウマトロジストがですね、このファシアルペインをこうどうして扱っていくのかというところですけれども、まあ、今の症例みたいにですね、やはりあのこういうふうな アプローチをしないと患者さんの痛みが取りきれないという方は、まあ、ちょくちょく経験するからであります、えー。そもそもですね、リウマチ界って、日本のリウマチ界って結構ですね、特殊な立場にいるんですね。えー、というのは、例えばこうアメリカではリウマチ抗原病内科。 というのがあかなりですね、えー、たくさんのこう範囲を見てるんですね。例えばこう変形性関節症、変形性かまあ、これは円,円と書いてますが、変形性関節症ぐらいまでリウマチ抗原病内科が見るんですね。もちろんこの中は細分化されてるわけなんですけども、でえー、と手術になる症例は、まあ、整形外科が見ますと。だけど、まあ、ノンサージカルオーソペディックスと言われるような部分まで、まあ、リウマチ科が担当することもあります。ヨーロッパではどうでしょう でヨーロッパでも、えー、かなりですね、えー、このリュウマチ科の担当範囲が広くて、さらにちょっと整形が寄りになったりすることもあります。でただし、えー、ヨーロッパの場合は、リュウマトロジストっていうのと、このイミュノロジストというのが分かれてまして、例えばですね、血管炎ですとか、SLE とか、リュウマチ科は見ない、リュウ関節リュウマチは見ますと。だけど関節リュウマチの 血管炎が出てきましたって言ったらこっちに投げるみたいですねまあ細分化を行われていますどれがいいかというところはなかなか難しいところですけどまあ日本では地域によってですねこれはかなり違いがあるんじゃないかと思っています えまあ、整形外科の先生がかなりたくさんの、あの今まではですね、リウマチも含めた筋骨格の診療をしていただいてたという歴史がありますので、まあ、あの関節リウマチのあたりまで整形外科の先生があの非常にこう幅広く担当しているという地域もありますし、えーまあ 例えば、総合診療科の先生がですね、かなり幅広く見て、えー、この関節リウマチのところも担当していただいているという地域もあるでしょう。えー、我々の地域はですね、実は整形外科の先生が非常に少ない。そうすると、整形外科の先生に、このアメリカみたいにですね、この手術のところに集中していただきたいというところもありますので、まあ、我々抗原病科医が、この米国のようにですね、この、まあ、変形性関節症腰痛のところまで手を伸ばして、ですね整形外科の先生に、えーまあ、あまりご負担をかけない。 ように我々が診療をカバーしていると、そういうふうなところになります。まあ、このような背景もあって、当地では我々がこのファシアルペインも含めた疼痛診療をしているということになります。えー、まあそれだけではなくて、ですねつまり炎症を起こした病気っていうのをまあリウマチがま一般的には見ると言われてますけれども、まあ、炎症性疾患には、 非炎症性の痛みも必然的に伴ってくるのではないかというふうに最近私は考えております。こちらはですね、一般的に炎症というものがどのように持続痛に変化していくかというのを書いた絵でありますけれども、こちらですね、炎症が起こると、一、まあ、つはこの全身性サイトカインというものが出てきます。で例えば TNF ですとか、インターロイキンというものとか、最近はケモカインなんていうものも、この炎症から発生するというふうに言われてますけれども、 このサイトカインが出ると、これがまあ中枢神経系の中に入っていって、中枢神経の中でもです、ね、このインターロイキン1なんていう炎症性のサイトカインを発生させます。そうするとです、ね、頭の中でこれは炎症が起きているということが認識されて、まあ、中枢性監査と呼ばれる状態が起こります。一方、炎症が起こると、炎症が起こった局所ですね、そこには侵害需要刺激が入ります。これがまあ急性痛を起こすわけですけれども、まあ、急性痛が起きると、例えば活動性 低下を起こって、えそれがまあ中枢神経系にこうまあ悪さをしてですね、え中枢性寒さをこう増強するみたいなことも言われております。えつまりまあ炎症とこの持続痛というのはまあ密接な関係があります。 えここで炎症が起こったときに、えー、組織レベルでどのようなことが起こるかというのを考えてみたいと思います。えー、まず炎症が起こると、この M1 マクロファージというのが動員されます。こちらはあ、まあ、炎症をお、まあ、なんていうか増強させるというか、ですねいろんなサイトカインを使って、えー、そこのお組織をこうお活性化させて、例えば感染が起こっているんだったら、その感染症の原因となっている菌をですね殺すようなあ、そういうふうな炎症を起こします。 えー、そこからですねだんだんステージが進んでくると、この M2 マクロファージというのが出てくる段階になります。こちらはどちらかというと、炎症を抑えるようなサイトカインを出してきます。そうすると、このサイトカインによって、この繊維が細胞、筋繊維が細胞なんていう細胞が呼び寄せられて、繊維化を起こしていくことになります。 えそうすると、ファシアですね、一旦壊されたものがリモデリングといって、もう一度作り直されるという過程が起こるわけですが、この図 A のようなですね綺麗なファシアの再生が起こればいいんですけれども、ここはですね容易にえこの異常が起こり得るところなんですね。ですので、B のような重積像、C のような繊維化像というのがあ伴ってくる場合も多く起こり得ます。 ですので、先ほどの図に加えてみるならば、ここにですね、ファシアルペインというのがこう炎症に伴って起こってくるということが分かります。そして、このファシアルペインが起こると、この侵害腫瘍刺激の中に起こるとですね、えー、まあもちろんこのカスケードがこう回っていくわけなんですけれども、もう一つですね、この活動性の低下からさらにですね、ファシアルペインが増強されると、こういうふうなスパイラルが回ります。なぜなら、この活動性の低下というのは、 別の組織ですね例えば肩が痛くて使えないよっていうと、えー、肘とかですね、あともう片方の肩とかのオーバーユースが起こったりします。えー、そうすると、それによってファシャルペインが起こる。 もしくは、ルユース、使い方が、普段はちゃんとこういうふうに上がっているのに、こういうふうにしないと上げられないみたいなことが起こり得ますので、これもファシャルペインにつながる。えさらには、その部分の組織を休めて使わないようにすることで、ディスユース、使わないことによるファシャルペインも増強される。えこのような3つのメカニズムがあ同時に起こり得まして、これでファシャルペインが増強される。 えという、えー、つまりこう炎症性、最初は炎症による痛みだったはずなんだけれども、いつの間にかファシャルペインが主に変わっている。 えー、ということが起こります。我、ま、々、あ、われわれ抗リウマチ薬なんか使えますので、この炎症のサイトカインなんかを抑えられますし、中枢神経なんかにも抗リウマチ薬が最近は作用すると言われてますのでえ、こちらを抑えることはできても、この後にですね出てきたファシアルペインだけは、まあ、この抗リウマチ薬で取れてないという状況が容易に想定されるわけです。えですので、ここにファシアハイドロリリースという手段を用いて、 残ってしまったファシアルペインを取っていくというのは、実はリューマトロジストの仕事として非常に大事なのではないかと最近は考えております。 えー、ということでまとめますと、この炎症後に非炎症性の痛みを起こす患者さんは、まあ、その目で見るとですが、意外に多いと思います。そして、この炎症性と非炎症性の痛みがあ、混在する方はいらっしゃって、時に鑑別が困難です。まあ、そんな時にハイドロリリースを行って、ファシャルペインの診断的治療をすることが有効かもしれないというふうに最近は考えております。 ここまでで、前半が終了しました。けれども、だったんですが、五十三歳の女性です。腰痛と多関節痛でいらっしゃいました。こちらですね、七十九歳の女性です。左膝痛ということでいらっしゃいました。